私は今から二十数年前に真空管アンプの魅力に魅せられました。2002年から真空管オーディオの魅力と真空管アンプの紹介をこちらのサイトを通じてやってきました。このチャンネルも2020年に開始したのですが、同じく真空管オーディオの魅力を発信するということは共通しています。そんな私が今回真空管オーディオ入門、しかも超入門というコンセプトで5万円で入門本格的オーディオシステムを組んでみようじゃないかというその組み合わせの例をいろいろ調べましたのでご紹介したいと思います。10万円で組むオーディオシステムの紹介というのは、まあこれはあちこちのチャンネルとか、まああとオーディオ誌とかでやっている話で、まあ同じことをやっても、まああんまり新鮮さがないということで5万円という予算にしてみたんですけれども、まあこれはですね、自分自身を振り返ってもまだオーディオを始めてないと、本格的に始めてないと、機材も当然持ってないというあの段階でですね、オーディオを始めたいという人にいきなり10万円の予算っていうのは、これ結構組むのしんどいんですね。まあ10万円あれば確かに少し前で言えば CD プレイヤー、今で言えば例えば USB ダックをはじめとしてプリメインアンプ、それからスピーカーというようなことで、まあケーブルもそこそこのものを買って組み合わせできるんですけれども、まあいきなりポッとですね、まだ趣味の沼にはまってないという人に対して10万円の予算っていうのはちょっと厳しいかなというふうに思います。というわけで5万円、まあ5万円ならなんとかなるんじゃないかという考えのもと、5万円でなんとか組み合わせてみようというのが今回のお話であります。まあまずですね、真空管オーディオに興味を持った人はおそらく真空管アンプっていくらぐらいで買えるのかなっていうことを調べると思います。まあネットで検索したりして、まあ簡単にこれはわかりますので、調べてみるんですが、まあプリアンプだけ、まあ、例えば中国製の安い真空管アンプという方法ですとか、まあ、パワーアンプ回路をですね、トランジスタやデジタルアンプにしたいわゆるハイブリッドアンプっていう手もありますが、まあ王道のですね、パワーアンプを真空管アンプにするということになると、まあキットとか自作、それから中古別として安くてもですね、アンプだけで10万円台、まあ一般的には20万円台、30万円台っていう製品が多くて、まあ初心者がですね、いきなり自作とか中古っていうのはなかなかないと思いますので、まあこの段階で諦める人が大半ではないかと思います。まあですが5万円ならなんとかなるかなっていう話です。で実際にですね、まあ20万円台30万円台のアンプとかを調べても、まあ初心者の人はそのスペックの見方とかも分かりませんので、まあこのそれぞれの製品の差は何なんだということになると、結構またそこで行き詰まってしまうんですね。これ本当に今の自分のレベルに合っているのかどうかと、なんでこれパッと見同じように見えるのにこんなに価格差があるんだろうみたいなことがですね、まあ、かなり悩ましい話になりまして、まあ、これはこれで説明していきますと、まあ番組が一つか二つできてしまいますので、まあ、今回は5万円でまずは組んでみようじゃないかということで早速始めたいと思います。まあ本題のアンプに入る前にですね、まずはスピーカーから選びたいと思います。でこのスピーカー選ぶっていうのはなぜスピーカーから選ぶんだっていう話なんですが、真空管アンプの特性としまして、まあ特に入門用で比較的安いものから始めていこうということになりますと、まあどうしても大出力型の真空管アンプっていうのは、まあかなり値段がですね、高価なものがほとんどですので、まずは中出力もちょっときつ、きついかな。小出力で一般的に、まあ本格オーディオという程度の出力を取れる小出力アンプということになると思いますので、これに組み合わせるスピーカーとしましては、スピーカーの能率がですね、まあそれなりに高くないといけないんですね。まあですので、まずスピーカー、まあ何でも値段さえ合えばいいよという話ではなくて、高能率なスピーカーが望ましいということになります。で、以前はですね、
真空管アンプっていうのが主流だった頃っていうのはですね、総じてスピーカーの能率は高かったんですが、最近はですね、逆にトランジスタアンプの出力が非常に高出力化していることもありまして、能率の低いスピーカーが多いと、まあほとんどかもしれませんという中で、このぐらい能率あればいいかなっていうのを探すためには、それなりにスペックを見まして能率の高いものを探していくということがいいのではないかと思います。ではまずはじめにですね、まあ超入門者ですから入手しやすいと、買う先がですね安心できるということを主流に考えまして、家電量販店ですね、まあそこで買うのが安心かなと。家電量販店の中では比較的オーディオに力を入れています。まあ大阪のあの上信電機ですね、上信のサイトに行って調べてみたいと思います。この中でこれはどうかなと思い至りましたのが、こちらのケンブリッジオーディオ 2way のブックシェルフスピーカー SX50 という製品ですね。このサイトの使用欄を見ますと、まあ能率、ここでは感度と書かれてますが 87dB とあります。まあ本当はあの 90dB 以上欲しいんですが、まあ経験上87ぐらいだと、まあ普通の一般家庭で使うのであれば大音量派は別として、まあ十分使えるんではないかなというふうに思われます。周波数特性も下が 50Hz から 22kHz ということで、まあ一般的な本格オーディオの帯域はカバーしていると思われますので、まあこれは手頃なんじゃないかなということで一つマークしました。値段がですね 27,280 円、ここで1割ポイントがつきますので、まあ実質この9割で買えると、まあ送料は込みですね、送料込みでこの価格で買えると。でこのスピーカーの評判どうなんだろうということで、まあいろいろ検索してみますと、まあこの価格帯ですので本格的なあの評論家のレビューっていうのはなかなかネット上でも見つからなかったんですけれども、まあその中でもですね、見つけましたのがこちらのオタイオーディオさんの紹介記事です。これが結構また刺激的なタイトルがついてまして、驚異のハイコストパフォーマンス、ケンブリッジオーディオのブックシェルフスピーカー SX60 の紹介です。 SX60 ですので、先ほどご紹介しました SX50 のまあ一つあの上のクラスって言いますか、一回り大きいサイズなんですけれども、まあオタイオーディオさんによると相当値段も安いのに音が良いという評価をされておりますので、これは結構信用していいんじゃないかというふうに思いました。ということで、スピーカーまずこれが候補に上がります。とここまで考えて一つ気になることがあります。このブックシェルフスピーカーっていうのはですね、土台になる、まあ、デスクトップオーディオなら机がしっかりしてればいいんですけれども、土台になる家具類、まあ、ブックシェルフというぐらいですから、本来はしっかりした本棚のような家具が、いいわけなんですけれども、土台となる家具があることが前提となります。でそうでない場合はスピーカースタンドというのを別に購入する必要が出まして、これが本格オーディオ用になりますと結構安くないということがあるの でこれスピーカースタンドまで買うとなるとですね、まあ、それだけで5万円以上したりなんかしますので、安いものでもそれなりに変な価格がしますので、スピーカースタンドのことを考えますとクシェルフ型ではなくてトールボーイと言いますか、フロア型と言いますか、そちらも調べておいた方がいいんではないかというふうに思われます。で、それで同じ上信の中でフロア型トールボーイ型で調べましたら、まあ一つ非常に手頃なものがありました。これは1本売りなのです、2本必要なんですが、まあ1本あたりがですね、まあ、定価が 17,600 円税込みに対して 12,460 円、さらにあのポイントが 10% つくということで、これは非常に破格の内容、しかも能率が 88dB ということで、先ほどの 87dB よりも多いと。で周波数特性も先ほどよりも高帯域で、まあ、今のあのハイレゾとかを意識してソニーが、まあこれおそらく AV 用に作ってるものだと思うんですけれども、あの AV 機器っていうのは非常に大量生産、まあオーディオ用に比べて製造数が多いですから、コスパのいい商品が多いということなので、おそらくこの商品もソニーがまあ世界中に売りまくるのに大量生産してこの価格ということだと思います。13センチウーハーがですね2本ついているということで、
これは結構低域もそれなりに充実しているのではないかということで期待できます。ということでスピーカーの候補2つ、挙げたんですが、ポイント分も差し引いて考えてもソニーのスピーカーを2本買った方がケンブリッジオーディオのものよりも少し安いということで、スピーカーの候補としてはソニーのこちらの SS-CS3 というのを候補にしたいと思います。ポイントを差し引きまして税込みで 22,428 円ということになります。では続いてですね、アンプなんですけれども、これ残念ながらですね、調べたんですが、上新のウェブショップの中で、まあ、これなら使えるなというレベルで見つかったのは見つかったんですが、バトラーのアンプですね。こちらがですね、バトラーのバキューム 6WMK2 というのがあるんですが、まあ、こちらがですね、会員様ウェブ価格66,000円のポイント 10% ですので、残念ながらですね、これ59,400円ということで、今回の5万円で、一式揃えようということだと予算オーバーになってしまいます。というわけで、まあ、今回のものはちょっと厳しいということで、その他ですね、まああちこちのサイトで見てみたんですが、なかなか手頃なものが見つからないという中で、まあ、実際に Amazon とかも探してみたんですが、まあ、安いものはあるんですが、まあ、安いなりにこれはちょっとどうかなっていうようなものが大部分でして、まあだったら中国のですね、まあ、いろいろ製造している中国の EC ショップアリエクスプレスなら安いものがいっぱいあるんじゃないかということで、こちらも探したんですが、今一つこれでいったものが見当たらないということで、まあ、これヤフオクですね。ヤフオクで、まあ、中古ということではなくて、しかるべき新品を個人輸入して販売されているというような商品がたまにありますので、こちらで、なんとか見つけましたのがコレールと読むんでしょうか。こちらの新品で 6V6 のシングルアンプ、シングルステレオアンプっていうのが見つかりました。まあ、外観的にもですね、非常にしっかりしておりまして、 100V 日本の 100V に対応して、電源ケーブルはとりあえず付属はしてますが、オーディオグレードの電源ケーブルに後日グレードアップ可能というタイプになってますし、このパワーアンプはまあ、ボリュームがついてますので、当面プリアンプなしでパワーアンプなんですが、プリメインアンプ的に使うことが可能という商品になっておりますので、これはまずまずいいんではないか。で、価格がですね、これが素晴らしい価格でですね、25,800円。これ個人ですので消費税かからず、税込みでも25,800円。しかも送料もそんなに高くないということでですね、北海道とか離島とかちょっと高い地域はあるんですが、一般的なところであれば送料を加えても27,400円。これで収まってしまうということで、まずこちらを候補にしたいと思います。で、初心者の方で悩ましいのがですね、これ真空管アンプ壊れたらどうするんだという話、これオーディオ機器何でもそうなんですけども、壊れるということはありますし、その部品の寿命というのもありますので、そうした場合にトラブった場合にどうしようということがあります。まあ、初期不良なら交換してもらえると思うんですけれども、そうじゃない場合、使っていて故障した場合どうしようかということで、メンテナンスのことも考えなければいけないんですが、まあ、先ほどのですね、例えば上新から買ったもので、まあ、そのメーカーにもよりますけれども、まあ、例えば日本のトライオードさん、こちらは9万円台のアンプからあるんですけれども、などはですね、トライオードさんで修理部門っていうのを最近作りまして、そこに職人さんがいますので、まあ、例えば上新から買えば上新経由、もしくはトライドオードさんに連絡をして修理をしてもらうという手があるんですけれども、まあ、これ中国製のアンプを個人輸入で、しかもヤフオクで買ったとなりますと、そういうことがなくなります。まあ、したがって、真空管アンプをですね、修理してくれる修理業をやってる人っていうのは、まあ、結構いますので、そういう人に直してもらうか、まあ、自分で頑張って直すということになるんですが、この値段がですね、25,800円っていうアンプですと、これおそらく修理代の方が高くなってしまうと。で、真空管が故障したってことになれば、真空管自体を交換すればいいんですけれども、まあ、本体だとちょっとした軽微な故障でもですね、
これ職人さんに送って送り返してもらう送料とか、まあ、点検して修理してもらう手間賃、しかし交換部品とか考えますと、まあ、なかなかこれは経済的には難しいと、まあ、そこまでしても私は修理すべきだと思うんですけれども、まあ、それはそれでちょっと話が長くなりますので割愛しますが、まあ、この価格帯っていうことはもう壊れたら、数年使って壊れたら諦めようということはあるかもしれないということは前提となりますが、まあ、入門ですのである程度慣れてきて、まあ、壊れた頃には次、もう少し予算を上げてグレードアップというふうに進めるのが良いのではないかというふうに思います。というわけでスピーカーとアンプが決まりました。で、スピーカーとアンプをどう接続するのっていう話なんですが、まあ、これ一般的に本格オーディオとなりますとスピーカーケーブルっていうのが必要になるんですが、これがオーディオグレードのスピーカーケーブルになりますと、まあ、安いものでも1メートルあたり500円ぐらいはしまして、まあ、これをステレオで揃えますと10メーターぐらい必要になりますので、まあ、そうしますと500円 ×10 ということで5000円の費用がかかってしまうんですが、まあ、今回は超入門で総予算も厳しいので別の手をここは考えました。こちらの商品になるんですけれども、これはですね、いわゆる昔からある何の変哲もない AC コードですね。これが366円ということで見つかったんですけれども、お近くに日曜大工センターとかあればそういうところでも比較的安く売っているんではないかと思います。で、これこんなん使っていいのかっていう話なんですけれども、この AC コードって結構バカにできないもので、まあ、以前ですね、ある方の体験談をオーディオ誌だったかブログで拝見したんですけれども、この AC コードを比較的スピーカーケーブルに使いますと癖がなくてですね、むしろ結構な値段で買ったものより良かったっていう例が報告されているのを記憶しています。で、若干加工してるんですが、私も何を隠そうそういうものを使っています。で、真空管アンプの世界では佐久間アンプっていう非常に、まあ、世界的に有名なアンプがありまして、まあ、この方少し前にお亡くなりになったんですけれども、まあ、佐久間さんという方が非常に独特のアンプを制作している人なんですが、この方はですね、その AC コードを内部配線に使うと、それで配線しないと音が気に入らないという話だったらしいんですが、まあ、という具合に結構これはスピーカーケーブルとして使ってもおすすめということで、366円ということでスピーカーケーブルが手に入りました。で、ブックシェルフ型ですとインシュレーターが必要になるんですけれども、インシュレーターっていうのは家具とスピーカーの間に挟むスペーサーのような、まあ、振動を調節するものなんですけれども、まあ、これがないと本格オーディオにはちょっと厳しいというものなんですが、まあ、最初はですね、予算がない場合はこれ10円玉3枚で始めるというのが割と一般的によくある方法で、これでステレオで60円っていうことを考えたんですが、今回フロー型にしましたので、まあ、この60円はいらないということになります。まあ、したがって、先ほどからのスピーカーアンプ、スピーカーケーブル、これを一式揃えて、これプレイヤーどうすんだという話なんですけれども、皆さんスマホとかお持ちじゃないかと思うんですね。あるいはiPod とか、いわゆる、ポータブルのデジタルプレイヤー、こういうのをお持ちだったりするんじゃないかと思うんですが、例えば iPhone とかですね、私の場合は Android で歴代シャープのものを使ってるんですが、それと、以前使っていた iPod なんかあるんですが、これですね、結構バッテリーで駆動してまして、癖のない音で実はなかなか侮れないと、まあ、例えばパソコンに USB ダックとかをつけるのがいいんですけれども、パソコンからアナログ出力しますとノイズだらけの音になってしまうのに対して、このスマホですとか、iPod っていうのはバッテリー駆動ですのでノイズも少なくてなかなかいい音がすると。で、オーディオ界では有名な、まあ、賛否両論あるプロケーブルさんっていう大阪の会社がありまして、こちらのページにですね、これかなり古い記事なんですけども、書かれてあるのは、CD プレイヤーとかの非常にオーディオ用の高価なものじゃなくて、試しに iPod をプレイヤーとして使ってみたら、まあ、なんとその方が良かったと。1000万円台の CD プレイヤーに iPod が買ったという話とか書かれてありまして、
一時プロケーブルさんはこの方法を非常に推奨しておられました。で、プロケーブルさん結構ですね、これ過激な意見が多く書かれていて、まあここのオーディオ論を信じるかどうかっていうのはあるんですが、まあ冷静に考えて、まあ話10倍にしてるのか、まあ話半分なのか、まあ若干ちょっと思い込みの激しい販売店さん、業者さんじゃないかという考え方もあるんですが、ただここで売られてるのは割と悪くないものを非常に良心的な価格で販売されてますので、割と手頃なものを入手しようというのであれば、ここのプロケーブルさん割とおすすめなんですけれども、でこちらで書かれてありまして、プレイヤーに関してはスマホもしくはデジタルオーディオプレイヤー、手持ちのものを活用していただくと、今回新たな投資はしないと。まずスタートはスマホとアンプを安いケーブルでつないでいただくと。 Amazon チョイスで比較的良さそうなものがありまして、 2m で599円というのを発見しました。というわけで先ほどの5万194円に599円を足します。そうすると5万793円で、793円予算よりオーバーしてしまうことになりました。で、この解決策としまして、比較的近所に上信さんとか、野島電機さんがあるという方は、まあ、車でですね、ぜひそこに行っていただいてお店と交渉してください。まあ、直接車で引き取りに来るんで793円引いてくれないかということで交渉していただいて、もしそれがうまくいきますと、まあ、今回の本格真空管オーディオシステム5万円の予算というのが達成となります。まあお近くにない方は残念ながら若干超過ということなんですが、まあ、1000円以内なので、まあなんとかご容赦いただけませんでしょうか。まあこのような結果になりましたが、今回の話は以上です。